はい、皆さんこんにちは。アイサタンチャンネルのヒッポです。今日はまたまた一歩とタッチ第5世代のケース最後ですね。最後、自分が持ってるケース最後紹介したいと思います。今日紹介する iPod Touch 5G 第5世代用ケースはこちらです。これはスイッチイージーって会社のシリコンケースですね。はい、では早速見ていきましょう。まずこちらスイッチイージー社のシリコンケースとなっておいて、見た通りわかるんですけどに、俺これ最初かこれです、すごい楽しみにしたんです、楽しみしたんですけど、まあこの通りの状況なんですよ。まあ、早速ね、いいとこから先に紹介したいと思います。まずこのケースの、かなり会社がおすすめしてるところ、ホームボタン？わかると思うんですけど、ホームボタンがちょっとツルツルピカピカしてますよね。特別ななんか素材使ってるらしいですよ。ここかなり力入れてるようです。それとか、付属品がすごい！とにかくすごい！まず、メガネ拭きみたいなね。クリーニングクロスが一つ。ヘラわかるでしょうか、こうやって。保護フィルムを押し出すヘラもついてくると。で、また、保護フィルムは2枚もついてくると。さらにはですね、すごいんだ、これがまた。これわかんないよね、これ。こうやって出されても。うわ、落ちちゃった。これわかる？これわかる？わからない。これね、イヤホンカバーなんですよ、これ、イヤホンカバー。だからこのイヤホンカバーが2つついてくる。さらにはライトニングコネクタのカバーも2つついてくると。これはすごいよね。でね、ケース社名ロゴ、ここが内側にあってつけた時見えないと。これもいいとこですね。早速つけますと。つけ方はまあ簡単で、パコってやればつきますね。このケース比較的太め厚めのシリコンケース。では早速見ていきましょう。まずね、持ち心地は最高。画面がこうやって盛り、ここが盛り上がってるので、こうやって直接置いても画面が直接傷つく心配がありません。さらに必要なとこはちゃんと開いてますね。はい。でですね、まあ、ボタンを押すとこもちゃんとこうやって、あとがちゃんとこうやってカチカチ押せますね。カチカチと押すことができます。でこちらなんですけども、ちゃんとここ穴が開いてましたね。でライトニングのとこもいい感じのサイズで、イヤホンジャックのとこがかなりちっちゃいので、社外製以外は使えないように見えますが、実質使えるようです。なので大丈夫だと思いますよ。まあこのケース、あまりシリコンケースに共通したことなんですけど、まあ、こうやってね、パスワードを解くじゃないですか。こうなりますけど、で、そうなった時に、ここ、iOS 7でこのコントロールセンターがあるじゃないですか。これがシリコンケースだと、この部分が邪魔して、ちょっとやりにくいとこがあります。また、わかる通り、すんごいゴミがつくと、これはすごいです。ホコリのオンパレード状態になってて、触りたくないんですよ。すっごいほこりついてる。なんか消しカスとかついてるよ。なんか消しカス。机の上に置いたからかな。まあ、このようにですね、いろんなゴミを吸い取ってくれる、掃除的な存在のケースでございます。で、こちらのケース、友達に、ただであげちゃう予定なので、そんなもんレビューする。うわ。落とすとこだったぜ。そんなにね、レビューするほどね、特に思いは詰まっていません。でですね、第3弾ってことで、過去を振り返りましょうか。最初に紹介したエロゴムの赤いケースは、あれ一番使ってますね。で、次に、チューンウェアのケースを使ってます。このケース、買って全然使ってないです。このケースが一番高かったのに、一番使ってないと。こういう最悪の状況。なんか触り心地も悪いんだよね。なんか、そこら辺に落としたらすごくことになりそう。友達、iPod 使ってる人にね、これはあげちゃいたいと思います。そんなどうでもいいけどね。まあ、いいとこって言ったら、簡単におさらいしましょう。ホームボタンがすごいツヤがあってとてもいい。それとか、付属品がいっぱいある。悪いところは、あともう一ついいとこね。ロゴが中に、このケースの内側にあって、外から見えない。悪いところ。自分だけかもしれませんが、ちょっと汚れが多く目立つというところですね。ちょっと高い。そんな感じ。あと、自分、個人的に保護フィルムは、グレアタイプとアンチグレアタイプ2種類で1つが良かった。これどっちもグレアタイプ。
かなりとツルツルしてるクリスタルタイプですね。自分サラサラしてる方が好きなんですよ。サラサラしてる方が、だからそのサラサラが好きな自分からとってはツヤツヤはあまり敵の敵ケースというわけになります。こんな感じになりますね。はいはい、くる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 と。まあ、総合評価としては高い方ですね。しやすいし、別に、使っててもおかしくないと思います。で、このケースの良さのいいとこなんですけど、カラーバリエーションが豊富です。言い切るねぐらいたくさん、カラーバリエーションがあるので、ぜひ、Amazon に行って買ってみてください。動画の説明欄は、その1、その2、その3、全部でね、各動画にその動画の商品は Amazon でリンクを一応貼っときます。公式のね、やつかはわかりませんが、自分が探した中で一番公式っぽい、これは偽物じゃないという感じのね、リンクを貼っときます。別にね、そのリンクで買ったとしても自分は何も責任を負わないのでよろしくお願いします。今回紹介したのは、スイッチイージーの iPod Touch 第5世代用シリコンケースでした。